マリオカートやりましょう。今週も 100cc のグランプリを行います。今回で 100cc が最後かな。車種は毎回ランダムで決めております。こちらとこちらとこちらでいきます。前回、バナナカップでした。今回コノハカップになります。お願いします。今回が終われば次は 150cc になりますね。では続いては簡単なルール説明参りましょう。最終 G が最下位になったら実況シリーズは終了です。中間 G が最下位でも最終 G が最下位でなければ問題ありません。そしてハンデは10秒です。コーナーと10秒後スタート。2周目以降は7位の下がスタートしてから10秒後スタートです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10スタートです。こっからのんびりやりましょう。あ、12時かな。前回までは iPhone 8で撮ってたんですが、思った以上に画面のちらつきみたいのがあったんで、今回は6で撮ってみてます。様子を見ながら6の方がいい場合は6で撮って、その後 iPhone 8に取り込もうかなって。おお、なんだ今。車がジャンプしてた。雷にバイバイ。相手なんだ、様子を見ながらそういう形にしようかなと思ってます。なんだろうね、画質が良すぎてそういうのも光の影響を受けちゃうんでしょうかね。今 iPhone6 で撮ってます。撮ってる所感としては問題なさそうなんだけどね。難しい問題です。誰か当たれ。あ、やば。あー来る。誰かもう1個目。あーくそ、誰も巻き込めない。やばやばやば。最近あったことは、なんかあったかな、最近は。特にこれといったことはないですが、今はちょうど24時間テレビやってますね。私も昨日からずっと見てますが、なかなか面白かったり、今年はなんか面白い感じがするんだけど、危な。面白いなとか思ったりしてます。来るかな。よし、危な。どうしようかな。なんか最近は、前回もお伝えしたんですが、5種類ぐらいの動画ジャンルを一気に出してて、なかなか週に1本ぐらいしかそれぞれ出せない状況になってます。あつ森と、この動画、マリオと、ポケモンと、ポプラクッキングと、あとなんだっけ、何か。なんですが、様々なジャンルやってる影響で、なかなか思うように動画の進捗が良くないんで、日曜日だけ、日本投稿にしようかなとか考えてたりします。まあ、もちろん編集のその次第にはよるんですが、時間に余裕があるときは日本にしようかなとか考えてたりします。週1だと本当物語が全然進まないからね、ポケモンとか。あとは、プニプニのフレンド募集はちょっと今、そういう関係でなかなか出せずにいます。どうしようかなとか考えてたりするんですがね。どうしようかなみたいな。考えてはいるんで、下旬には出せるのかなって感じです。ということで、今回は1位でした。次はスノーマウンテン。今週は本当何もなかったんだよね。雑談する内容もないわ。ではここからは7位の下がスタートしてから10秒後です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10スタートです。これ 100cc だよね。なんかみんな早いような気がするけど、そんなことないか。よいしょ。あ、どうぞどうぞ。なんかないかなと思ってたんだけど、すごくどうでもいい雑談なら、最近冷凍庫がめちゃくちゃパンパンなんだよね。作り置きとかはしてるんですが、作り置きしてるだけで食べないんだよね。
ずっといつまでも冷凍庫に入れてる状態で、どんどん溜まってきちゃってて今困ってる状態です。冷蔵庫にも作りたいものとかいっぱいあるのに、冷凍庫がパンパンでもうこれ以上入れられない状況で少しずつ食べるようにはしてるんですが、何分量が多くて減らせないんだよね。タッパー1個に1個だけ料理が入ってるならいいにも、例えばタッパー1個に餃子が10個入ってるとかになると、まあ一度に10個使えないからタッパーはなかなか消費できないっていう、それでいつまでもね、片付かない状況になってるんだよね、今。ちょっと困った問題が起きてる。おぉ、危な。あ、出てきた。なんかもったいなくてね、作ればいいものなんだけど、もったいなくてついつい、どうしたんだよね。あった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 。ダメなの、災難が。あ、ちょっと危な。あ、なんか来るか？大丈夫か？だいぶラグがあるんだね、このイカのやつ。あれあれあれ。今1位はメタマリ、2位はクッパです。メタマリがどこにいるかな？あそこにいるか。よし、バイバーイ。当たれ。当たんないか。よし、バイバーイ。昨日は初めてパンケーキを作ったんですよ。動画にはしてないんですが。パンケーキは結構簡単ですよね。簡単だけど裏面焦がしたわ。ツイッターのあの雑談家に載せたんですけどね。表面はすごく綺麗にできたんだけど、裏面が焦げてました。忙しい時とか、あんまりお腹空いてない時は、パンケーキでいいかもしれないね。ちょっとの量でいいから。ありがとうございます。あと土日だと起きる時間が遅くて、お昼に食べちゃうと夜ご飯が全然お腹空かないんだよね。最近はジョギングも始めました。昨日も少し5キロちょっとぐらい走ってきましたね。昨日は雨降った後だからか涼しくて、なんかあんまり体が熱くならなくて走りやすかったですね。まあ、帰ってきた後めちゃくちゃ汗が垂れてて、あ、そんなに汗かいたんだみたいになってたんだけど。雨上がりの後とかのジョギングは、まあ、湿度は高いけど、涼しくてやりやすいね。今回も1位でした。先週は顔のむくみが取れたような気がしたんだけど、昨日はなんか走った後もそんなに変わらなかったな。が3レース目です。あ、こちらも7位の人が抜かしてから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 スタートです。150cc になったらどうなるのかね。一気に難しくなるのかな。5秒の時でもなかなかきつかったような記憶があるんだけど、特にこのコースとかね、サンダーカップ結構きつかったような気がするから、ちょっと心配だよね。ついに終わりが来てしまうのかみたいな。まあ、いつ終わりが来てももう大丈夫な感じもするけどね。だって翌月でもう1年でしょ。早いね。マリオのこのシリーズ始めてもう1年か。パート数は今50いくつかなんだよね。だから毎週やってるはずなのにあんまり変わらないんだよな。52、あれ1年は52週だっけ。あれなんだよね。コロナのあの4月5月の時は毎日投稿してたはずだから、本当は60、70ぐらい行くんじゃないかなと思ってたんだけど、なんか実際はあんまり変わらなかったね。ああ。まあ、マリオの後も 3DS のまだ実況は続くんで、しばらくは 3DS の撮影もありますね。シリーズがなかなか減らないんだよね、だから。次もあるから。と今5つ並走みたいな状態で困ってるな。プニプニが最近ログイン低下気味です。最近はもうドラマにしかやってない感じで、だから最近はこのゲーム実況は、なんで前に出しちゃった、ゲーム実況を撮ってる以外の時はあんまりゲームをしたいって思わなくなっちゃってね。年なのか、ずっとツイッター見たりなんかネットサーフィンしてます。テレビ見たり
なんだろうね、急にゲームに対しての関心がなくなったわけじゃないんだけど、なんかネットサーフィンとかしたいなみたいな、ずっとゲーム実況とかやってきた人間なんで、たまにそういうのを感じちゃうんだよね。編集とかしてると、ああたまにはなんかツイッター見たいなとか思う時があって、プニプニとかもね、好きでやってるだけであって、それ強制されてやるものではないと思ってるんで、要は妖怪サンクスと一緒ですよね。またこっち YouTube 一本だけで仕事とかできたら、もちろん妖怪サンクスとかも全然できるんですけどもね。まあ何分仕事もしながらやってる人間なんで、厳しいよね。フレンドとかに何思われても仕方ないなっていうのはもう割り切っちゃってます。フレンドとか切られちゃってもね。あれ？これこの葉カップ？あれ？これ何レース目？あれ？あれこれサンダーじゃない？あれ？あれ？最後あれじゃなかった？あれ？あれ？あれ？私あれ選ばなかったっけ？あれ最後あれじゃなかったっけ？あれ？もしかしたらコース間違えたかも。やば。これどうなるの？わからん。だってあれだったよね。あれだったよね。これはどうなるんだ？間違えた場合は。間違えたことないからわからないわ。やり直し？そんなバナナ。今日はマリオの動画2本になっちゃうってことかな、じゃあ。さっき日曜は2本にするって言ったんだけど、もしかしたらマリオ2本になっちゃうな、これ。ああ。本当は違う別の動画を、実写動画を出す予定だったのに。ああ。無駄な一枠使ってしまったわ。まあ仕方ないね、間違えたもんは。ああ。まあいいでしょう、のんびり軽くやりましょう。ボツにするわけにはいかないよね、せっかくやってるんだし。爆弾が。この後もう一本取るってなると雑談何もできないよね。はいー。くそ。あばば。あー、ボット。お、なんだなんだ。最近は iPhone8 の編集もだいぶ慣れてきたかなって感じです。ちょっとね、同じアプリ使ってても仕様が違うみたいで、 iPhone6 と。最初覚えるのが大変だったんですが、だいぶ最近慣れてきました。今回も大丈夫そうかな。あ、残り一周あったのか。あわ。よし、危な。何？ここで来るか。いつの間にか。ここだとちょっときついか？大丈夫か？コーナーで差をつけるっと。よし。よし、今回は1位でした。さあ、最終10位は、どうでしょうか。続けてマリオ取るのなかなかきついんだよね。指が痛くなるの。もう一本やり直しか。なんで間違えた？なんでだろう。普通に選んだと思ってたんだけど。間違えてるね、明らかに。やっぱり間違えてるわ。コロハカップだ。で、今回は1位でした。
で、この後サンダーカップ取りますのでよろしくお願いします。では一旦こちらで終わりましょう。ありがとうございました。